おじきくん、君はやっぱ僕は卑怯者だよ。玉ねぎじゃねえか。ハンターとトーマスと私のお話。トーマスから逃げ切れるか。サザエさん、ちびまる子ちゃん、ああ、藤木くん、君はやっぱり卑怯者だね。これならいけるよ。これでいく？玉ねぎ頭作る？藤木くん、これ、あ、いい、長沢くんでいこう。長沢くんいこう。いける。頭とんがってる髪の毛あるでしょ、この世界。藤木くん、君はやっぱり卑怯者だね。僕の家が燃えちゃったんだ。誰か知らないかい？でもこの声って、チャルの声だい。いけるかい？これ知らない人が来たら一番気まずい。ズボンはどこだい？悪い家、品揃え。ちょっと、他のとこ行くよ。デパート行くよ、デパート。ちょっとその間に声真似の練習で。おじきくん、君はやっぱり卑怯者だね。僕の鉛筆がなくなっちゃったんだ。誰か知らないかい？おじきくん、君のポケットに入ってるのそれ僕の鉛筆だよね。まったく、黙ってるなんて君は卑怯者だね。さくら、僕んちが燃えたんだ。何か知らないかい？君たちはやっぱり卑怯者だね。これでいけるかい？そうだよ、僕の家燃やされたんだ。君たちも何か知らないかい？まあ、カエル周りで。線を出せ、線を出せ。お前たち警察の匂いがするぞ。ちょっとカエルも作るえ。カエルの頭があったら買っとくえ、一応。これでパンツは短パンだえ。で、あのネックレス？あった。あれ今ね、もうこれ。ゴールドリグがさ、高くなってきた一個の。いや、これだ。高い時に多分、デイジのお金と含めて900ぐらい取れる。長沢くんだい、色合いが。色合いが長沢くんだい。あともう髪の毛をツンツンにすれば完成だい。多分あるえ、ツンツン髪の毛。惜しい。絶対あるえ。昨日コンビニゴンダーの人に侵入されてしまいました。そう、あのね、やつらあ、モヒカンだったい。違うえ。うわ、ないかいこれ。どうだいお前。あ、モヒカンだい。違うえ、とんがってるだけがいいえ。うわ、ないかいこれ。これマスクでなんかないかい。玉ねぎ、もう玉ねぎでいいえ。もうここまで来たら玉ねぎ、もうシンプル、もう本当の玉ねぎでいいえ。何やってるえ。これ玉ねぎかえ。これでも、でも違う。これだったらモヒカンの方がいいえ。うわ、ないえ。玉ねぎ、もうまんま玉ねぎでいいえ。もうここまで来たらタコスがあるならあってもいいえ。ここらへん、こい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 。いや、ないえ。まあ、ギリギリ、いや、ギリ、いや、だったらモヒカンだえ。まあ、これかえ。あまりにもじゃないかえ、これ。ほじきくん、君はやっぱり卑怯者だね。横向いたら終わりたい。まあ、これかえ。それか、まあ、これが一番かえ。ほじきくん、君はやっぱり卑怯者だね。僕の鉛筆がなくなっちゃったんだ。誰か知らないかい？もうあとはもう声でカバーするしかないえ。ランドセル。そうだよ、小学生ランドセル。ランドセルないかい？これ、どこだよ、ランドセル。洋服かい？なくないかい？ランドセルないえ。これ？いや、もう全然ランドセルじゃないよ。確かに帽子で幼稚園帽みたいな。でも多分ないえ。え？めっちゃいいのあった。これ色。うわ、かえる。これ、くっそ。くっそ。おじきくん、君はやっぱ。ちょっと画像を見るえ、ちゃんと合ってるかどうか。あー、もうほぼ藤木くんだえ。ちょっと待つえ、藤木長袖だえ。こいつ長袖だえ。基本長袖だえ、こいつ。あ、長沢だえ。長袖の長沢かえ。まあ半袖でも大丈夫。まあでも長沢が、長沢くんは長袖だよなんて言ってくるやついないえ、多分。それ、まあ、さっきのでいくえ。もうこれがやばい。誰か来たい。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。ほじきくんかい？なんとおっしゃいました？君たちはほじきくんかい？違います。違うなんて。というあなたは？僕は長沢だよ。長沢さん。そうだよ。君たちは卑怯者かい？いかがでしょう、元南波様。あなたは卑怯者ですか？私はまっすぐな心を持った元南波めぐみと申します。よろしくお願いします。よろしくだよ。僕の鉛筆がなくなっちゃったんだ。誰か知らないかい？あ、それは大変だ。鉛筆ですか。探してみますか。大丈夫だよ。多分そのうち見つかる。藤木くんを今探しているんですね。そうなんだよ。藤木くんは知らないかい？今この町に入られてる方は少し少ないようなので、藤木くんになれそうな方がいらっしゃるかどうかというところですね。分かってくれるのかい？僕が言ってることが分かるのかい？ええ、分かりますとも。
また藤木を見かけたら教えてほしい。そうですね、少し探してみましょう。もし見かけた際は長澤様にご連絡をすれば。よろしくお願いします。それじゃあまたどこかでお会いしましょう。またどこかで探しておきます、藤木くん。うわぁぁぁぁぁ、本当に知っていたのか。藤木くん、僕は卑怯者だよ。元ネタがわからないからって心が負けてしまった僕は卑怯者だ。家が燃えても文句言えないや。苦しいよ、藤木くん。君はこの町のどこにいるんだい。僕はもう鉛筆みたいに心が折れそうだよ。ベジータ。すごいかっこいい髪の毛だよ。勘違いするな、俺は今着替えてるだけだ。食べちゃおう、チョコになっちゃえ。今の俺様の方が戦闘力は上だ、魔人ブー。さっさと帰るんだな。笑えよ、ベジータ。セルカふざけた野郎だぜ。すごいな、この町は。誰でもいるじゃねえか。誰でもはいないさ。できるやつだけがしかいないんだ。何しに来たんだ。魔人ブーを作りに来たい。魔人ブーを作りに来た。ちょっと待って、この人に見てもらう。ちょっと見てほしいモノマネがあるんだい。ちょっといいかい。衛星外で。あ、もう全然いい。ハンターのキルアを作って。全然いい。ちょっと見てほしい。いいだろう。じゃあ貴様があれだったら俺も変身しとくか。少し待て。よーしだ、上司。いいだろう、これで。じゃあ行くえ。今日仕込んだネタやるえ。小じきくん、君はやっぱり卑怯者だね。玉ねぎじゃねえか。分かってくれるのかい。当たり前だ、俺を誰だと思ってるんだ。僕の家を燃やしたのは君かい。貴様もコスプレイヤーか。俺もコスプレイヤーだ。やってない。ちょっと普通にちょっと決まっ邪魔。やってない。黒じゃない、白。犯罪してない。黒じゃない、白。え、すごい。ちょっと最近やり始めた。線を出せ。ごめんなさい、ちょっとこれそれはないわ。あ、ただ同じようなつながりだったらあるわ。もののけ姫よりこだまです。あれだい、あの鉄砲に玉入れる人たちだ。いっぱいいるやつ。あれ違うかい。こだまです。じゃあ妖精みたいな。そっちかい。あっちの包帯ぐるぐるの方かと思ったよ。あっちね。そう、エボシの家の方ね。そう。あ、そっちかと思ったか。やめておくれ、旅の方かっていうやつでしょ。違う。これは何のコスプレか。え、ヒント。機関車。名前が出てこないけど、トーマスの横にいる人だい。そう、ゴムハット教のコスプレ。マジ。ハンターが放出された。ハンター解放まであと10秒。これはハンターとトーマスと私のお話。トーマスから逃げ切れるか。なんかボロ切れみたいな。ボロ切れみたいな。じゃあ僕これでいるからさ。ちゃんとね、ちゃんとこれでいるから。ハリーポッター。テレレレレレレ。僕の名前は長澤だよ。どん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 。あ、よいしょ、あ、よいしょ、あ、よいしょ、あ、よいしょ。君は卑怯者かい。卑怯者、何の話をしてるんですか。君は卑怯者かい。はい。いや、もう顔って、もう顔がもう。君は藤木くんかい。違います。藤木くん、君は卑怯者だね。あれ、藤木くんかい。パトカー2台いるから気をつけて。藤木くんかい。それは長澤くんじゃないか。僕の家が燃えちゃったんだ、何か知らないかい。いや、そんなの知らないよ、僕は。長澤くんこそ知ってるんじゃないか。今回は僕が卑怯者だ。人質はいる。はい、いますね。解放条件を言う。なんでしょう。3分間卑怯者どものアタック禁止だ。じゃあ卑怯者じゃなかったらアタックしていいんですか。お前は絶対に卑怯者だ。なんてこと言うの。お前は絶対に卑怯者。あ、じゃあ1対1。また1対1。今さっき1対1で負けて心が折れてきてるんです。だから投稿してくれませんか。いや、1対1はダメです。投稿、はい、めません。それ嬉しいのか。それは、はい、私が嬉しくなります。じゃあマルーンと俺、どっちが好きだ。もちろん玉ねぎさんですよ。よし、警察署行こう。
いやいやマジかよ。よし、マジかよ。おいおい、白子猫の前に寄ってしまってたな、俺と同じ。ちょっと待ってください。なんて、なんてここにいるんですか。警察署に行こう。ちなみに分かるかい、元ネタ今。え、私、分からなかったです。こじきくん？じゃあ、こじきくん。ほじき。あー、分かります。分かります。分かります。分かるかい、あの、国民的やつだい。そうそう。日曜日だ。そう、それの真似だ。行くえ。ほじきくん。君は卑怯者だね。あ、そういうことか。僕の鉛筆がなくなったんだ。誰か知らないかい。ほじき、お前の筆箱に入ってたそれ僕の鉛筆だよね。黙ってるなんて君は卑怯者だね。あれは捕まりました。似てるかい。手をゴリゴの丸にやめました。似てるかい。もうこれだけで満足だ。